それでは、生息性について、生息性判定についてまとめておきましょう。N 次正方行列 A について、次の条件は全て同値であって、そのいずれかを,れかを満たすときには、5番や6番に出てくる X とか Y は A インバースと等しいということでした。すなわち、A が生息であることと、点値 A が生息であることは同値で、 それらはまたランクが n であることと同値で、で、それぞれ ax イコール en もしくは ya イコール en を満たす x や y が存在するということと同値ということでした。それではですね、例題をやっていくことにしましょう。このような3次の正方行列があるときに、これの生息性を判定し、生息ならば逆行列を求めようという問題を考えてみましょう。 A と E を並べて得られる 3×6 の行列を考えて左側がですね飛躍階段行列になるように基本変形していきましょうそうするとこのようになります一番3行目ですね一番下の3行目が11-1でこれを使って上の2行を吐き出すようにして計算すると1列目を吐き出すようにして計算するとこのようになります 従ってですね、ここを見てもらったら分かりますが01-301-3っていうのが同じものが出てきますね。ということでここの3行目が000になりますのでもう右側はもう計算せずにですね左側だけを見るとランクが2になっているということが分かります。ですから飛躍階段にするまでもなくランクが2ですからこれは生息ではないということが分かるわけです。